セリーナ・ジャメカ・ウィリアムズは、アメリカ・ミシガン州サギノー出身の女子プロテニス選手。身長175センチメートル、右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。これまでに WTA ツアーでシングルス73勝、ダブルス23勝を挙げている。無類の強さで、圧倒的な成績を残してきたことから、史上最強の女子テニスプレイヤーとも称される。 自己最高世界ランキングはシングルスダブルスともに1位。2013年2月に31歳4ヶ月24日で世界ランキング1位に復帰したことにより WTA 歴代最年長のナンバーワンプレイヤーとなり2017年1月に再度1位に復帰した。男女を通じてシングルスダブルスともにキャリアゴールデンスラムを達成した唯一の選手である。 姉、ビーナス・ウィリアムズと共に、女子テニス界にパワーテニスを持ち込んだ選手として知られる。この姉妹は、特に有色人種の子供から、憧れの存在として、人気を博している。生涯獲得賞金は8000万ドルを超え、すべての女子プロスポーツ選手を含めて、史上1位。また、フォーブス調べの総収入においても2016年から19年までの4年間で、 女子アスリートのトップ君臨するなど、市場価値の高い選手でもある。グランドスラム合計優勝回数は、男女通して、現役1位、歴代3位、シングルス優勝回数は、歴代2位、オープン開口では、歴代1位。ビーナス・ウィリアムズと組んだ、優勝回数は、チーム歴代3位。2002年から2003年及び2014年から2015年に、 史上5人目のグランドスラム4大会連続優勝達成。またダブルスでも2009年から2010年にかけて達成している。5人姉妹の末娘であったセリーナは幼年期から4女の姉、ビーナス・ウィリアムズを上回る素質があると評されていた。1998年にはシングルスに先立ち、ウィンブルドンと、 全米オープンの混合ダブルス部門において、マックス・ミルヌイと組、2大会連続優勝を遂げる。1999年2月末のパリインドア選手権と3月前半のエバートカップで、女子ツアーのシングルス2大会連続優勝を飾り、続くリプトン国際選手権で、アネビーナスとの姉妹対決の決勝に敗れたが、16連勝を挙げて、 世界の舞台に名乗りを上げた。1999年の全米オープンで17歳11ヶ月の若さで4大大会初優勝を達成。決勝でマルチナ・ヒンギスを6から3、7から6で破り、1958年全米選手権のアリシア・ギブソン以来2人目の黒人女性チャンピオンとなった。姉よりも早く、 シングルス初優勝を決めたが、ビーナスは2000年のウィンブルドン選手権で妹に追いついた。2002年セリーナは、その後、しばらくは姉、ビーナスの活躍の影に隠れていた。2001年の全米オープンで初めて、四大大会の姉妹対決決勝を実現させるが、最初の時は姉に2から6、4から6で敗れている。 2002年の全仏オープンから2003年の全豪オープンまで4大会連続で姉妹対決の決勝を実現させ妹のセリーナが4連勝を果たした。テニス4大大会の4連勝はシュテフィグラフ以来6人目の偉業達成となった。この偉業を本人がセリーナスラムと命名した。しかし2003年全仏オープンの準決勝で ジュスティーヌ・エナン・アーデンに敗れて、連勝記録が止まる。続く、ウィンブルドン選手権で、もう一度姉妹対決の決勝を戦い、この時も妹のセリーナが勝利した。その後姉妹二人ともに体調を崩し、2003年度、テニスツアーの後半戦を欠場した。セリーナは2004年のウィンブルドン選手権決勝で17歳の、マリア・シャラポワに敗れ、大会3連覇を逃した。 しかし2005年の全豪オープン決勝で、リンゼーダ・ベンポートを破り、2年ぶり2度目の優勝を果たす。2006年は故障のため試合出場が少なかったが、2007年の全豪オープンでは、世界ランキング81位のノーシードから勝ち上がった。決勝で、マリア・シャラポアを6から1、6から2で破り、3度目の全豪優勝を達成。これで、 セリーナの四大大会シングルス優勝は発祥となった。全豪オープンの女子シングルスでノーシードから優勝した選手は1978年の優勝者クリス・オニール以来である。ウィンブルドンにおいてセリーナとビーナスは5年ぶりに四大大会の姉妹対決決勝を復活させた。セリーナはこの大会の第6シードとして 準々決勝で、アグニエシュからドワンスカ、準決勝で、定期用紙を破って勝ち進んだ。決勝戦では、姉のビーナスに5から7、4から6のストレートで敗れ、2007年、全豪オープン以来の4大大会シングルス優勝を、逃した。姉、ビーナスの勝利は2001年全米オープン以来となる。北京五輪の女子シングルスでは、二人とも、ベスト8止まりに終わった。 全米オープンでは準々決勝が姉妹対決になり、セリーナがビーナスに勝利を収める。6年ぶりの決勝戦で、セリーナはエレナ・ヤンコビッチを6から4、7から5で破り、全米オープン女子シングルスで6年ぶり3度目の優勝を達成した。2009年全豪オープンにて2009年全豪オープンで、セリーナは決勝でディナラ・サフィナを6から0。 6から3で圧倒し、2年ぶり4度目の全豪優勝を決めた。これで、セリーナの4大大会女子シングルス優勝は、10勝となり、9勝のモーリーンコノリーともにかセレシュを抜いて、単独8位に躍進した。ウィンブルドンで、セリーナは、ビーナスとの2年連続の姉妹対決決勝を7から6、6から2で制し、6年ぶり3度目の優勝を決めた。 これで四大大会の姉妹対決決勝戦は、妹、セリーナの、6勝2敗となった。全米オープンでは準決勝で、キムクライシュテルスとの試合中、ゲームカウント4から6、5から6の15から30となったところで、フットフォルトを取られ、その判定への不満から先進に暴言を吐き、ポイントがクライシュテルスに入り、そのまま敗れた。この一連の行動に、 テニス会史上最高額の罰金82,500ドルの処分を受けている。2010年全豪オープンとウィンブルドンでそれぞれ優勝し、連覇を達成したが、ウィンブルドン以降故障により欠場を続け、世界ランキング1位を明け渡すことになった。前年から引き続き足の負傷により休養していたが、肺促線症による入院も重なり、 シーズン前半は全く試合に出ることができず、ようやく、ウィンブルドンの前哨戦で復帰した。この大会では2回戦で敗退し、ディフェンディングチャンピオンだったウィンブルドンにおいて4回戦で、敗退したことにより、前年獲得したポイントを失い、ランキングは100位以下にまで下降した。しかし、夏のハードコートシーズンにおいて、バンクオブウエストクラシックとロジャーズカップで連勝し、 全米オープンでは第28シードで出場し、3年ぶりに決勝進出を果たした。決勝まですべてストレートで勝ち上がり、下馬評ではセリーナが圧倒的有利とされたが、サマンサスとサーニに2から6、3から6で完敗した。この試合中、セリーナがボールを放った後に、カモンと大きな声で叫んだことを、相手のプレーへの妨害と取られ、ポイントペナルティにより、 ゲームを失った。この判定に対してセリーナは、審判に対して、必要に非難する言葉を浴びせ、大会後その行為に対して2000ドルの罰金が課せられた。その後試合に出場することなく、シングルス22勝3敗、ツアー2勝、ランキング12位でシーズンを終えた。全豪オープンでは4回戦で敗退するなど、シーズン序盤は、 早いラウンドでの敗退が目立ったが、クレイコートシーズンに入ると、ファミリーサークルカップ、ムチュアマドリードオープンと連勝し、全仏オープンでも優勝候補の最有力候補と見られていたが、一回戦でフルセットで敗れた。この敗戦は彼女にとって初めてのグランドスラム大会での一回戦、敗退であった。しかし、ウィンブルドン決勝でアグニエシュからドアンスカに6から1。 5から7、6から2で勝利し、2年ぶり5度目の優勝を果たした。これにより4大大会女子シングルス優勝は14回になった。同年のロンドンオリンピック女子シングルスでは、決勝でマリアシャラポワに6から0、6から1で完勝し、シングルスで初の金メダルを獲得した。またこの勝利により、シングルスでの生涯ゴールデンスラムを達成し、男女を通じて、 史上初めてシングルス、ダブルスのゴールデンスラム達成者となった。なお、女子ダブルスでは、連覇を果たした。さらに全米オープンでは、決勝で、世界ランキング1位のビクトリア・ザレンカを6から2、2から6、7から5で下し、全米オープン4度目の優勝を飾った。最終戦の WTA ツアー選手権でも、決勝で、マリア・シャラポワーを6、4、 63で破って3年ぶり3度目の優勝を遂げ、2012年シーズンをシングルスツアー7勝、通算58勝4敗、世界ランキング3位で終えた。勝ち星、勝率ともにグランドスラム3冠を達成した2002年を上回り、キャリアハイと言っても良い年となった。2012年ロンドン五輪で優勝した。 セリーナシーズン初戦のブリスベーンの大会にて、決勝で、アナスタシア・パブリュチェンコワをストレートで破り優勝した。前後オープンでは4回戦までに、合計8ゲームしか失わず好調に勝ち進んでいたが、準々決勝にて、アメリカの新エースローン・スティーブンスにフルセットで破れ、ベスト8に終わった。次のドーハの大会で準決勝に進出したことにより、 翌週2月18日付の世界ランキングで1位に返り咲くことが決まった。31歳4ヶ月でのランキング1位は、クリス・エバートが1985年に記録した30歳11ヶ月の史上最年長記録を塗り替えることとなった。5月12日に行われたムチュア・マドリード・オープンの決勝にて、マリア・シャラポワに勝利したことにより、 シングルスのツアー通算50勝を達成した。また、セリーナの赤土のクレイコートでの優勝は2002年の全仏オープン以来である。次の BNL イタリア国際の決勝で、ビクトリア・アザレンカを6から1、6から3で破り、2002年以来の2度目の優勝を飾った。この勝利により、ツアー4大会連続優勝、マッチ連勝を24まで伸ばした。 この連勝記録は、彼女が2002年と2003年にそれぞれ記録した、自己最高の21連勝を上回るものである。全仏オープンでは準々決勝の、スベトラーナクズネツワに対して1セットを失ったが、それ以外は全てストレート勝ちで決勝へ進んだ。決勝では、第2シードのマリア・シャラポワを6から4、6から4のストレートで破り、 2002年以来11年ぶり2度目の優勝を飾り、グランドスラムのシングルスタイトルを16とした。また31歳256日での優勝は、全仏オープンでは、オープン開校で最年長となり、11年ぶりの優勝は、全仏オープンでの最長記録となった。さらにこの勝利により、自己の連勝記録を31に伸ばした。 ディフェンディングチャンピオンとして臨んだウィンブルドンでは、上位シード選手たちが、次々と敗れる中、圧倒的な優勝候補と見られていたが、4回戦で、ドイツのザビーネリ式にフルセットで敗れ、2連覇はならなかった。また、自己最高を記録していた、連勝記録は34でストップした。ウィンブルドン後の初戦のスウェーデンオープンでは、決勝で、地元のヨハンナラーションを6から4。 6から1で破り優勝し、今季ツアー7勝目となった。8月に行われた、ロジャーズカップでは、準決勝のアグニエッシュからドワンスカ戦の第1セットで、タイブレークに持ち込まれた以外は、危なげなく勝ち上がり、決勝戦では、ノーシードのソラナ・チルステアを6から2、6から0で下し優勝した。これで、今季8勝目となり、2002年に記録した。 シーズン自己記録に並んだ。またこの勝利により、WTA ツアーでのタイトル獲得数を54と、し、モニカセレッシュを抜いて、単独5位となった。全米オープンでは、準々決勝で、カルラスワレスナバロに1ゲームも与えず完勝するなど、わずか16ゲームしか失わずに、決勝へ進んだ。決勝は2年連続で、ビクトリア・アザレンカとの対戦となり、昨年と同様に、 フルセットの接戦の末、7から5、6から7、6から1でアザレンカを破り優勝した。全米オープンは5度目の優勝となり、グランドスラムでは通算17勝目となった。また、オープン開以の全米オープン最年長優勝者となり、優勝賞金の260万ドルに加えて、全米オープンシリーズの優勝ボーナス100万ドルを、 加えた360万ドルを獲得した。これで、今シーズン9勝目、通算では55勝目となり、リンゼイ・ダベンポートと並びを2体となった。チャイナオープンでは、決勝で、エレナ・ヤンコビッチを6から2、6から2で危なげなく、下し、年間10勝目を挙げた。今期の最終戦となった、WTA チャンピオンシップスでは、ラウンドロビンで3戦全勝し、 準決勝では、エレナ・ヤンコビッチを、決勝では、リーダーを、それぞれフルセットで下し、ジュスティーヌ・ヌーナン以来の大会連覇を達成した。2013年シーズンは、グランドスラムは、全仏オープンと、全米オープンの2勝にとどまったものの、11タイトル、78勝を4敗、勝率95%、 獲得賞金1238万ドルとそれぞれ自己最高の成績を残した。特に獲得賞金は女子としては史上初めて1000万ドルを超え男子を含めても史上4人目の快挙となった。また生涯獲得賞金額も5000万ドルを突破した。2連覇中の2014年全米オープンにて4年連続で決勝進出。 キャロライン・オズニアッキを破り3年連続優勝となった。グランドスラム優勝18回は歴代5位大記録となり全米オープン優勝6回はクリス・エバートと並び歴代最多記録となった。また、全米3度目の1セットも落とさずに優勝を成し遂げクリス・エバートと並び最多記録となった。2015年全豪オープンにて決勝で マリア・シャラポワを倒し5年ぶり6度目の優勝を果たした。グランドスラム優勝19回は、ヘレン・ウィルス・スムーディと並び歴代3位記録。4月1日マイアミオープン準々決勝にて、史上8人目となる通算700勝を達成。決勝で、カルラ・スワレス・ナバロに勝利し3連覇8度目の優勝。全仏オープンで2年ぶり3度目の優勝。 グランドスラム優勝20回は、ヘレン・ウィル・スムーディを抜いて、歴代単独3位記録となる。全豪、全仏連続優勝は初。グランドスラム3大会連続優勝は2002年以来13年ぶり。2015年ウィンブルドンにて決勝で、ガルビネ・ムグルサをストレートで倒して3年ぶり6度目の優勝。グランドスラム4大会連続優勝は2003年以来12年ぶり。 自身2回目のセリーナスラムを達成した。2015年全米オープンでは準決勝で、ロベルタビンチに6の2、4から6、4から6と、逆転負けし、シュテフィグラフ以来の年間グランドスラムを逃す。全豪オープンで2年連続で決勝に進出するが、ドイツのアンゲリク・ケルバーに4の6、6から3、4から6で敗れ2年連続7度目の優勝を、逃した。 また全仏オープンでも決勝に進出するが、スペインのガルビネ・ムグルサに5から7、4から6で敗れ、グランドスラムに大会連続の準優勝に終わると、共に、ムグルサに、昨年のウィンブルドンのリベンジを許す形となった。ウィンブルドンでは、決勝で、ケルバーを7の5、6から3で下して2年連続7度目の優勝、オープン開口で、最多タイとなる。 グランドスラム通算22勝目を挙げた。しかし2連覇がかかったリオゴリンでは3回戦で、エリナ・スビトリナに敗れる。全米オープンでも準決勝で、カロリナ・プリスコバに2から6、6から7で敗れ、シュテフィグラフの記録に並ぶ186週連続で、在位した世界ランキング1位の座を、全米オープンで優勝した、ケルバーに明け渡すことになった。12月。 かねてから交際していたレジットの共同創業者、アレクシス・オハニアンと婚約した。全豪オープンでは、決勝で、久しぶりのヴィーナスとの対決を制し、シュテフィグラフと22度で並んでいたオープン会以降の4、大大会優勝記録を更新し、単独最多の23度目の優勝を成し遂げた。その後は、膝の怪我を理由として、ツアーから離れていたが、4月19日に、 自身のスナップチャットに20ウィークスと題した写真を投稿。水着姿のセリーナはお腹が大きくなっており、題名からして妊娠を疑わせるには十分すぎた。投稿はすぐに削除されたが、コピーが世界中を駆け巡り、数時間後に関係者が妊娠の事実を認めた。これにより残りのシーズンは全休することとなった。ちなみに、 当人の20周の申告が正しいものとするならば、全豪オープン時にはすでに妊娠していたことになる。後日、セリーナはイベントに出席した際、上記の投稿は間違って投稿してしまった、アンフォーストエラーであったことを告白した。もともとは経過記録用に取っていたものであったという。投稿後数十分程度で着信記録が激増し、不審に思って気がついたが、 後の祭りであった。しかし本人は数日中に公表するつもりであったと主張した。またこの際、全豪開幕直前に妊娠が判明したことも明らかにした。9月1日、フロリダ州の病院でジョジを出産した。地元メディアのレポーターによると、ジョジは約3000グラムで生まれ、母子ともに健康だという。歌手のビヨンセは出産を祝福して、 マタニティドレス姿のセリーナの画像をインスタグラムに投稿した。しかし実際は一歩間違えば死に至る命がけの出産であったことを2018年2月に本人が CNN への寄稿で明らかにしている。妊娠期間中こそ順調であったが子供の心拍数の急低下で緊急低王切開となった。命がけとなったのはその後で産後すぐ 持病の肺塞栓症の悪化で咳が止まらなくなり、その結果傷口が開いて再手術となったが、その際に巨大血腫ができていることが判明した。この治療のため、6週間の療養を余儀なくされたという。この年復帰を果たしたセレーナの新たな目標は、マーガレット・コートの持つ四大大会優勝記録、24回の更新であったが、 ここから惜しいところで敗れる大会が相次ぐようになる。復帰後発として BNP パリバをオープンに出場したが3回戦で姉のビーナスに敗戦。全仏オープンでは4回戦を前に胸筋の肉離れにより棄権しマリアシャラポワとの22度目の対決とはならなかった。ダブルスでは姉のビーナスと出場し3回戦で敗れた。 第25シードで迎えたウィンブルドン選手権では、準決勝で、第13シードのユリアゲルゲスを6から2、6から4のストレートで下した。決勝では、第11シードのアンゲリク・ケルバーニ3の6、3から6のストレートで敗れ準優勝となった。自身8度目の優勝とはならなかったが、セリーナの復活を強く印象付ける大会となった。地元開催の全米オープンでは、 決勝進出。しかし、決勝の大阪直美戦では、第2セット第2ゲームで、禁止されている、コーチング行為があったとして、警告、第5ゲーム終了時にラケットを破壊したことによる、ポイント疾患、さらに第7ゲーム終了時のカルロスラモス主審への、暴言で、ゲームペナルティを受け、第8ゲームをプレイすることなく大阪の、 ホールドとされるなどあれに荒れた末に2から6、4から6で敗れ、ウィンブルドンに続き準優勝に終わった。性差別だと主張した試合中の月光は物議を醸し、全米テニス協会はこれらの行為により罰金合計1万7000ドルを課すと発表している。そのままシーズンを終えた。一時期451位まで落ちていた順位は16位まで戻った。 2019年ウィンブルドン選手権にアンディ・マレーと組んで出場ホップマンカップの混合ダブルスで同じくテニス界のレジェンドであるロジャー・フェデラーと初対戦した。前半戦は目立った成績を残せず、ウィンブルドン選手権では決勝進出するも決勝でシモナ・ハレプに2から6、2から6で完敗した。混合ダブルスにはアンディ・マリーと組んで出場した。 続く、ロジャーズカップでも、大阪・ナオミラを下して決勝に進んだが、新英ビアンカ・アンドレースクとの決勝は、背中の怪我で、途中棄権。全米オープンも、決勝でアンドレースクに敗れた。その後出場はなく、世界ランキング10位でシーズンを終えた。年始のハイネケンオープンで出産後発、2年ぶりの、 ツアー優勝を飾った。しかし前後オープンは3回戦敗退に終わる。2月のフェドカップ予選に出場後、3月より、新型コロナウイルス感染症の流行により、ツアーが中断。中断期間は健康上の懸念から自宅にこもっていたという。再開後の復帰戦として、新設大会のトップシードオープンで6ヶ月ぶりの、 試合に挑み、2回戦ではビーナスを倒すも、準々決勝で、世界ランク116位のシェルビー・ロジャースに不覚を取った。続く、ウエスタニアンド・サザンオープンは3回戦で、マリア・サッカリ相手に2時間15分を超える戦いで、ガスケを起こし逆転負け。全米オープンではサッカリにリベンジするなどを勝ち進み、ベスト4にリ。しかし、準決勝のビクトリア・アザレンカ戦では、 足が痙攣するなどスタミナ不足が露呈し、逆転負け。年末順位は11位。前哨戦のヤラバレークラシックをベスト4にまとめ、全豪オープンに臨んだが準決勝で、大阪直美に3から6、4から6で敗れた。2009年全豪オープンでのウィリアムズ島屋根、ビーナスと組んだ4大大,大会ダブルス優勝は14度、あり、オリンピックでもシドニー、北京、 ロンドンの3大会で金メダルを獲得している。姉妹とも五輪通算4個の金メダルを獲得しており、これは男女を通じてテニス選手としては史上最多である。初めて姉妹ダブルスで四大大会に出場した1998年、全豪オープンでは3回戦で日本のキジムタナオコ宮城七組に敗れるなど、振るわなかったが、1999年、 全仏オープンの女子ダブルス決勝で、マルチナ・ヒンギスアンナ・クルニコワ組を破って初優勝して、以来、姉妹で組めば、無敵の強さを誇っていた。しかし、2003年のウィンブルドン女子ダブルス3回戦で、エレーナ・デメンチェワリーナ・クラスノル・ツカヤ組に敗れ、その後は、姉妹のどちらかが、体調不良となる大会が、多く、なかなかこのペアで試合に、 エントリーできなくなっていたが、2008年ウィンブルドンでは、決勝まで勝ち進み、リサレーモンドサマンサス・トーサー組を6から2、6から2で圧倒、6年ぶり3度目の女子ダブルス優勝を果たした。2009年は、全豪オープンで6年ぶり3度目の優勝をし、ウィンブルドンから2010年全仏オープンで4、大大会女子ダブルス4連勝を達成した。 セリーナ・ウィリアムズは姉のビーナスと共に女子テニス界にパワーテニスを持ち込んだ選手であると言われる。特にサービスのスピードは男子選手並みである。非常にパワフルなサーブを打つ選手で一試合を通してサーブでウィナーを取れるという女子では珍しいタイプである。重要なポイントでサービスエースでポイントを取ることができることが 他の選手と違う有利な点である。ストロークでは、スイング指導の速さに特徴があり、フォアバックともに早く準備をして、そこから余裕を持ってタイミングを掴んでいく。そのためリターンにも強い。両手バックハンドは、左手のフォアハンドという感覚に近く、バックでも、フォアと同じような感覚で強打する。正面から、まともにボールを捉えて引っ張 ボールを思い切り潰す感覚で打つ。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。